こんにちは。オンラインレッスン教室コンサルタントのボンドラ高橋若菜です。今日もこの YouTube 動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、なぜオンラインレッスンに私が Zoom をおすすめするかということについて、お話ししていきたいと思います。前回前々回、今日はですね Zoom についての、動画3回目なんですけれども、1回目はですね、なぜね、その Zoom を使うといい3つのことについてお話ししました。昨日はですね、2つのねデバイスを使って、その生徒さんに、手元を見せた画面、そして前先生のピアノと全身が映った、映る画面、全体像が映った画面、同時に2つの画面を見せながらレッスンを進行することができますよということについてねお話ししました。詳しくはですね、ぜひねそちらの動画も見てほしいなと思います。今日はですね、その Zoom にはたくさんいろんなね機能があるんですけれども、今日はまた昨日とは違うねもう一ついい、機能がありますので、またご紹介したいと思います。で、昨日はその招待リンクというものをね Zoom は発行しなくちゃいけないんですけれども、そちらの同じリンクでこっちで入室して、でこっちでも入室する、スマホでも、iPad もしくは、パソコン、他のデバイスでお持ちのね2つデバイスがあったら、同時にね同じリンクで、入室すると、2つの画面が見せられますよというお話ししました。で、これはですね、同じようなね感じ、同じような感じというか、これねなぜできるかというとですね、その一度に複数の、人数に入室してもらうことができるんですよね、このズームっていうのは。ということはなぜ何かというと、グループレッスンができるんですよ。で、これが本当にねズームのいいところなんですね。で、Zoom は、一度にね、会議、一緒に いろんな方と、たくさんの方と一緒にオンライン会議ができるようにと言ってね、作られた、ものなんですよね。まあ、アメリカで開発されたものなんですけれども、ですのでね、本当にね、複数、グループレッスンとか、あとはもしくはね、オンラインセミナー、会議もそうですよね、ミーティング。まさにねこれは本当そのために作られた、アプリですので、グループレッスンを、している先生、あとはねその、このねコロナウイルスの影響で、セミナーね開催予定だったんだけれども、中止延期になってしまったというね先生もいらっしゃると思うんですけれども、これねオンラインセミナーもね、可能なんですよ。複数にね何人もの先生に受けていただくことができます。ただですね、私はね、月2000円ぐらい支払う有料版を、使っているんですけれども、3人以上を、一緒に、使うというふうになりますと、無料版だと、ですね、制限がかかってしまうんですね、時間の。ですのでね、こちらはもしねそのグループレッスンでどんどん使っていきたい、オンラインセミナーをしていきたいというね先生は、時間制限がかかってしまうので、こちらはね有料版にしておく、必要があります。はい。今日はですねその複数の人数で、使うことができるんですよということについてねお話ししました。で、これもね入室の仕方としては、招待する側、先生がですね、先生ご自身が例えばセミナーをする講師が先生だったり、グループレッスンをする先生が、ご自身がですね、これも昨日ねお話ししました、2つのデバイスで、入室する方法と、ほぼ同じことなんですけれども、リンクを発行して、その同じリンクをグループレッスンまたはオンラインセミナーに参加する先生にですね、メッセージしてお配りして、でそのリンクをクリックして皆さんに時間になったら入ってもらっていただくっていうことを、したらですね、グループレッスン、またはオンラインセミナーまたはねミーティングを開催することができるんですよね。本当にねどこにいても、
これね、みんながね、一人一人どこにいてもどこに住んでても、オンラインセミナー、オンライングループレッスンがねできてしまうって本当に、すごいことだと思いませんか。ね、ぜひ、グループレッスンしている先生もですね、セミナー講師の先生もですね、こちら Zoom をね、使って、ぜひオンラインで教えてみてください。はい、今日のね動画がもし役に立ったという方は、いいねお願いします。そしてですね、こちらの概要欄から、下の概要欄からですね、私の、LINE 公式アカウントに今登録していただきますと、Zoom の使い方が、よりね、詳しく分かるような、動画をですね2本今プレゼントしておりますので、ぜひねご登録して、受け取ってください。そしてね、オンラインレッスンが皆さんのにとってね、身近になってほしいなと考えています。では今日も素敵な一日をお過ごしください。